一周回って先日出したマンパワーサッカーが再び流行ることってあると思いますか？流行ってるかどうかで、流行ってるかどうかっていうか、やってる人の多さで流行ってる、流行ってないで言うんだったら、それ大流行りですよ。基本的に9割方マンパワーサッカーですよ。だし、最終局面はマンパワーに、っていうか、まあ、マンパワーは必要な、個人技か、戦術かじゃないんだよ。個人技を生かす戦術、もしくは、個人技のなさを、ある程度補うのが戦術だから、戦う術だからさ。ただそれを個人技に頼ってるか、個人技をサポートしてあげてるかっていう。で、サポートするのがいいことなんだけど、それを本質的に分かってない指導者がほとんどだから、まあ、結果、マンパワーサッカーが流行ってるって言い方になりますね。まあ、ピオリ、イブラ入るまできつかったし、攻撃の形はもう多分ずっと作ってきてないし、今後も作んないから、カルル、トモリで、ね、テオ・エルナンデスの低い位置からの、テオ・エルナンデスガチャみたいなさ、ボールの運び方ができないんだったら、ああいう形になりますよね。もしあなたならばどんな手を取る？それだけで雪が湧き起こる。貫いた自分、束の間のキング、よりビリーブ。